ずっと合わせたその神経はもう感触に溺れるからな心を連れて指くわえた我慢の中欲してない理想をいらない全てはいらない押し気づいたがもうこのトライ満足なんてそこにいない目に見えるのまれな未来思い通りにできるライフ手にできるかはあなた次第隠したりなんかはしない誰よりも誇らしげにできる前ほらこの世界の中確かなもの自分小羽たちが来る前にいい練習ができたな。ああ、カイトさん、今日もありがとうございました。どういたしまして。いやあ、今日は役得だなあ。美味しいチョコをもらえた上に歌まで一緒に歌わせてもらえるなんて。チョコは、まあ、いつも世話になってるんで。え？そう言ってもらえると嬉しいよ。みんななんて、今日メイコの店にいたら、カイトはまだ入ってこないで、なんて言ってきたんだよ。せっかくバレンタインデーの時に、オリジナルソングをプレゼントしたっていうのに。ん？それは、どう考えても、何かあるな。ん？なになに？二人ともどうしたの？いや、どうもしないですよ。言うだけ野暮とは、このことだな。ええ、ねえねえ、どういうことだい？カイト、あいた。それに、アキトとトーヤも。おう、レン。もしかしてカイトさんを、メイコさんの店に呼びに来たのか？うん。あれ？なんで知ってるの？ちょっとな。それより、俺たちも一緒に行っていいか？うん、もちろんだよ。でも、小羽たちは待たなくていいの？ああ、小羽たちには、あっちでもう渡したからな。渡す？何を？それはまた後で話そう。まずは、カイトさんをメイコさんの店に連れて行かなければな。ああ、そうだった。じゃあみんな、行こう。結構たくさん作っといたおかげで、こっちでも無事に配れそうだな。そういや、あいつは何か送ったのか？というわけで、ショーは大成功に終わったというわけだ。なるほど。前回はみんながチョコに夢中になって聞きそびれてしまったけれど、そんな面白いことがあったんだね。うん、司くん最後まで頑張っててすっごくかっこよかったよ。そうか、はあ、僕もその場にいたかったな。東雲くんには一度演出をつけたことがあるし、
水木は窮地の中だし、何より司くんがいる。とても面白いショーにできただろうに。なるほど。確かにあそこにルイがいたら、さらなる感動のフィナーレを迎えられたやもしれんな。まあ、より混沌としたショーにはなりそうだが。ルイ君の気持ち、ちょっとわかるよ。僕もそばで聞いてて、すごく参加したくなったもん。司君たちと一緒に、ショーをしたかったな。そうだね。なんだなんだ、二人とも。まさに今ここに俺がいるというのにしょぼくれるんじゃない。楽しいホワイトデーを笑顔で締めくくるためにも、ここは一つ歌おうではないか。え？そうだね。ショーができなかった悲しさはやっぱりショーで埋めようじゃないか。そうだね。みんなで一緒にショーをやれば元気いっぱいになれちゃうね。そういうことだ。それでは、行くぞ。やはりスターには喝采が似合う。なんだか司くん、いつもより調子が良さそうだね。アドリブでショーを乗り切ったことで、また一つ自信がついたのかもしれないね。前みんなでアメリカに行った時、本場のショーに圧倒されていたようだったけど、もう大丈夫そうだね。ま、司くんはもともと自信の塊みたいなところがあるから問題ないだろうけどね。しかし、Mもネネも遅いな。ミクたちの姿も見当たらないし。そりゃそうだよ。だってみんな、あ、うん、それはどういう意味だ。あ、別に Mちゃんがホワイトデーショーのお返しのショーを考えてるとかじゃなくて。全部言ってしまったね。なんと、さらなるショーが生まれるのか。ならばこちらもさらにショーを考えなければな。プレゼントのショーがプレゼントのショーを呼び、さらにプレゼントのショーになる。何が何やらだね。ごめん、Mちゃん、ネネちゃん。なーに、気にすることはない。俺たちは俺たちで次のショーを考えるぞ。レン、ルイ、お前たちのアイディアをどんどん言ってくれ。え？いいの？ああ、いいとも。
それじゃあまず司くんをチョコの銅像にして中から本物の司くんに登場してもらうというのは。チョコの銅像に一体どうやってやるつもりだ。それはね、ゴニョ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 。よし、僕もいっぱい考えるぞ。あ、みんな今日も来てくれてありがとう。これからいっぱいショーをやるから、また見に来てね。なんだと？そんなことができるのか？